煙立つよ。オーバーオーエイドリス女王のさ、国旗がのと。
からの建物の上には太陽の電池がついてます。左側にある丸い建物はスウェイプールの建物であります。右側をご覧ください。右側にある丸い建物はジョースタジアムの建物であります。順番に使用することはできます。皆様はご存知のように1980年にはモスクワでオリンピック大会が行われました。ちょっとオリンピック大会の開会式がやった建物です。皆様はご存知のようにロシアは前はスポーツが盛んな国でした。冬のスポーツはアイスホッキーとフィギュアスケーティングであります。夏のスポーツはサッカーです。でも数年前にはモスクワのサッカーのチームは日本のチームに負けた。モスクワ今のサッカーここでまた何かした時だ。
今日も始めてみた。